はい、こんにちは、田原です。今回ですね、メールマガジンのステップメールの作り方ということでお伝えさせていただきます。こちらですね、マイスピーの方の、まずログインをですね、行ってください。はい、そしてですね、まずですね、一つ、ですね、もうメールマガをもう新規作成しているという方はですね、メールマガ一覧というところを押します。はい、そしてですね、実際にですね、ステップメールを作っていきたいのであればですね、ステップメールを作る方法をお伝えさせていただきます。例えばですね、まあ私、まあちょっとふざけた感じなんですけど、テストなんですね、ところに出てますけど、このテストっていうところに行っていただきまして、はい、そしてですね、このシナリオの管理画面でこのテストだおっていうですね、ものがあります。まあちょっと、なごみな感じでちょっと入れちゃっております。で、ステップメールを作りますので、このステップメールというところですね、自動返信ステップメール管理、ここをですね、押してください。はい、そうするとですね、こういったふうに押すことができます。はい、でですね、ここからですね、ステップメールを新規追加をしていくということですね。はい、でですね、例えば、もうあのステップメールというのはですね、もうこういうふうに、メモ帳でしたりとか、ワードでしたりとか、そういったところでですね、もう作り込みをしておいてください。もうここで書いておくっていうのをですね、やっていくとですね、ちょっと大変にもなってきますので、もう、ワードでもうガーッと、もうやっていった方が早いかなというふうに思っております。で、例えばですね、もうこのように、やっていってですね、実際にもうここまで、もう終わってるよということで、もう文章まで書き終わってるということであれば、まず1番目のですね、内容のところでですね、そこまで全部もうコピペしてください。私だったら結構1つ目は長いんでですね、ここのところまで、ここまで全部あるんですけど、これをコピーします。はい、そしてですね、こちらの文では登録をしていきます。でまずですね、ここの部分で新規追加をします。はい、新規追加を押しました。で、差出人は誰かっていうことで、まあ、こちらの方ですね、自分の好きなところ、好きな名前っていうことを入れてください。まあ、個人名がですね、やはり反応がいいって言われたりとかしております。はい、でですね、メールの形式、まあ、テキストと HTML ってことで、何か画像とか入れたいのであれば、HTML がいいかなと思いますが、まあ、特に問題ないのであれば、もうテキストだけ、文字だけでもいいんじゃないかなというふうに思います。で、こちらですね、今後の案内が不要なことはこちらから配信停止していきますということで、これはですね、もうデフォルトで入っております。で、これはですね、あのメールマガジンはですね、もういらないよっていう人はですね、きちんとキャンセル、配信停止ができるっていうことがですね、義務付けられておりますので、このようにもデフォルト設定がされているっていうことになります。で、まあ、ちょっとですね、下の方にやっていただいて、で、ここにですね、さっきコピーした分ですね、このコピーした部分を貼り付けをします。はい。で、そうするとですね、こういった風に貼り付くようになったということですね。はい。で、あとですね、ここ、件名、ここの赤文字のところはですね、必須になりますので、この件名を入れます。私でいくと、1つ目の件名というと、こちらですね、登録完了第1話公開っていうところを、これ私は入れておりますので、これをコピーして、で、こちらの件名のところに入れます。これで OK ですね。はい。で、こちらの部分でやっていただきましたら、実際にですね、ここで進んでいくと。で、ここにですね、文字を入れていって、どのくらいの、どういう改行になっているかっていうのを、ここのプレビュー画面っていうのがここですね、自動的に見れるようになっています。で、閉じることもできるんですけど、まあ、プレビュー画面見ていただきまして、きちんとなってるかなっていうのをですね、ちょっと確認してください。で、もうちょっとここ、スペース必要だなと思ったら、ここで修正はできないんですけど、またちょっと上に戻っていただいた後にですね、例えばここ、結構入れたいなということであれば、ちょっと極端ですけど、こういった風に、すぐに反映されておりますので、プレビュー画面もですね、きちんと見ながら、見ていただきたいなというふうに思います。ちょっと詰まってるなと思ったら、ちょっと広げるとか、逆にここ詰めていいなということであれば、まあ、詰めていただくっていうのがいいのかなというふうに思っております。はい。まあ、例えばこういった部分だったら、もうちょっとここ1行分、ちょっと変更したいなということであれば、先ほどの文ですね。ここの文字の中でですね、あったので、これですね。これちょっと1行ずつ、
スペース入れてあげると、そうしたら結構見やすいんじゃないかなと思ったんで、先ほどの中をちょっと見ていただくと、こういったですね、こういったふうにやっぱスペースがあると見やすいかなというふうに思ったりするので、このようにですね、実際に見て、で修正するっていうことが必要かなと思ってます。はい、でですね、その後、ここの部分でですね、URL とかですね、こういったものを URL を入れたりとかしているのであれば、必ずですね、ここの部分で短縮 URL のところをクリックしておいてください。はい、こういったふうにですね、なっております。はい、でですね、こちらの部分で OK です。で、その後ですね、このステップグループとかっていうのが、まあ、これはそのまま本、このままで大丈夫です。で、配信時期ですね。配信時期っていうことで、まず1つ目はですね、登録後もすぐにしたいっていうことであれば、登録日から7分後指定ということで、登録日から0分後っていうことになっているので、ここはもうすぐされるということです。で、まあ、取り急ぎ、まずこれですね、すぐに入れたいので、このようにやっていきます。はい。で、その後に、まあ、一応テスト配信してですね、確認しておいたらいいかなと思います。はい。で、やっていって、更新すると。ちょっと更新しますね。で、更新するときに配信時間が0分っていうことであれば、これすぐにですね、届くので、本当にいいですかっていうふうに一応注意喚起をしております。で、これで OK なので OK をします。はい。そうするとですね、こういったふうにできました。はい。ですね。今追加していきますね。はい。ということでですね、今1通目ということで、登録から0分後ということで、このステップメールが1つできたということになります。修正したい場合はですね、ここの、鉛筆マークを押していただきましたら、修正できる画面になりますので、ここで修正をしていただければなと思います。例えばこんな風にですね、びっくりマーク入れたいとかであれば、びっくりマーク入れていただいて、また同様に、更新ボタンを押すということです。はい。ではですね、次ですね、やっていきます。じゃあ次2通目を送りたいということにします。そうするとですね、同様にここ新規追加、ここを押してください。はい、そうするとですね、同様な、画面が出てきます。で、件名ですね。件名、じゃあまた次2通目は何なのかということで、書いたのであればですね、2通目の次、件名を入れていきます。私であれば2通目、第2話公開売れるコンセプトメイキングというふうにしておりますので、これをコピーして入れておきます。で、実際に書いているですね、内容、ここをですね、全部コピーしておきます。はい、これですね、このようにやっていきまして、でコピーして同様に、ペーストしていきます。はい、そうするとどうなってるかっていうことで、プレビュー画面見ておいてください。なんかちょっと詰まってる感じが少しするかなと思ったので、あとおはようございます。ちょっとすぐじゃなくて1行ちょっと上げた方がなんかいいかなっていうふうに思ったので、ちょっとこのように修正したりとかするとですね、こういったふうに綺麗に見えるかなというふうに思います。はい、そうするとですね、その次また同様に URL あるので短縮 URL を押しておくということですね。はい。そして、その次はですね、まあ、どうするのか。ということで、次はですね、2通同じタイミングで言ったらおかしいので、じゃあ、翌日のですね、朝7時に入れたいということにしましょう。そしたら、この配信時期というものがあるので、ここをクリックします。はい。そうするとですね、登録日から何日何時指定とか、このいう部分があります。で、曜日指定とかこういったものもあるのでですね、まあ、見ていただければいいと思うんですけど、大体ですね、ここ、何分後指定っていうのと、あと何日何時とか、こういった部分がですね、ありますので、ここを、まあ、大体この2つしか使わないです。で、これをですね、ちょっと選択します。はい、そうすると、登録日の何日後の何時何分に配信しますよということになります。で、今回であれば、翌日の7時、7時ですね、ということにしますので、ここを、クリックしていただきまして、ここを1日後というふうにします。で、朝の7時なので、朝の7時にセットしていただきまして、そしてですね、そしたらステップメールとして完了になります。で、同様にですね、一応テストメールとか、ちょっと送ってみたりとかして、きちんと送られているかどうかを確認しておきます。はい、そうするとこういうふうにできてますね。
こういったふうにできておりますので、あ、きちんとなってるなというふうに感じることが、分かることができますということです。はい。じゃあもうですね、これいらないので捨てておきます。で、OK でしたので、この更新ボタンを押します。そうするとさっきですね、0分の時はすぐ、大体本当にいいですかって来てたんですけど、すぐじゃないのでですね、注意勧告は出てこないことになります。はい、そうするとですね、今みたいに1通目、登録後から0分、2通目は登録の1日後の朝7時に送るということで、このように設定ができました。で、これがですね、これでステップメールの登録っていうものが完了になります。同様にですね、3通目、4通目、5通目、このようにですね、作っていくと良いです。はい、ということでですね、今回の動画、ステップメールに関してお話しさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。